青コーナーより鈴木小太郎、リチャード・スリンガー入場。もういい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。おっと、そのまま浴びせていった。腕を捉えます。エルボーを入れていきます。あります、ローキック、ロックアップ、コーナーに振った。あっと、逆に切り返した。肩が上がります。あっと、逆に捉えた。足に照準を絞るのでありましょうか。組み合います。あっと、返します。背後からキャメルクラッチに移行してまいります。行くのか、返してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。組みに行きます。この辺り引き出しの多さというんですか、何か奥が深いですよね。そうですね、技のつなぎがうまいですよね。せっかくですよ。リング下に降ります。腕を取ります。肘を打ち込んでまいります。エルボー、行くのか。リング内に戻ります。お気をつけください。リング内に戻ります。スイッチしてまいります。組み合います。ロープに振った。スピンキック、スタンディングを取らせます。立ってまいります。タックルに入るスピードは速いですね。倒し方も上手いですよ。はい、ナイスタックルですね。ちょっと空間作った方がいいですね。マウントに移行します。小手を打っていきます。小手、小打を見舞います。外してまいります。ロックアップ、鋭いキックです。足攻めに転じます。ここでタッチです。ガードした。放っていくのか。リングに戻ります。サンセットフリップ、抑え込んで2.5。 まだまだです。
った倒していった。さあこれは逃れることができるのか。これは入ってますよ。蹴り上げていく。抱き起こす。タイムスターで叩きつける。強烈サンセットフリップ。立たせていく。アミューチ式の原爆型カウント 2.98。 もう泣いている女の子もいます。ここでタッチだ。ガジェット組み合った。あと逆に投げていった。カバーした。返してまいります。いけるか。あと逆に返した。うまく切り返した。あっと顔面か。コーナーに登ってダイビングバディパス。跳ね上げてまいります。組み合った。投げていった。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちよってますよ。はい、ガジェット組み合った。逆に返した。気合を入れた。引き起こす。10分経過。ガジェット組み合った。あっと倒していった。いけるか。あっと逆にパンチ。ブロックした。強烈ジャーマンスープレックス。カウント3が入り
コーナーより全日本プロレス剣道家臣入場。入場。さあ、優の魂を胸に秘め、垣原雅人が入ってまいります。がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ、放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言、両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああ、そうですか。スリーパーで締め上げます。ロープに逃れました。張ってまいります。あっと、逆に捉えた。あっと、そのまま倒します。掴んだ。あっと、そのまま腕を取った。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。そのまま倒してまいります。抜けてまいります。あっと、キャッチした。膝へのキックです。あっと、逆に捉えた。テイクダウンを奪います。行くのか。フライングメイヤーで倒します。ストンピング、蹴りつけてまいります。こうやってプロとして戦っていますとね、どこかしら悪いところは必ず出るんですよ。首、腰、膝、肘とね、上げ出したらキリがないですもん。でも、泣き言は言ってられないですからね。ああ、そうですよね。バット逆に丸めていった。跳ね上げてまいります。やっと キャッチした。テイクダウン。ストンピングを叩き込んでまいります。かねてからマスクマンへの願望を抱いていたこの剣道家臣、ヤングライオン杯優勝で与えられたヨーロッパマットへの海外遠征を機に、現在の剣道家臣が誕生してまいりました。返してまいります。組み合います。正面から投げを見舞います。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイント外れてますね。行きます。コーナーに振った。ニールキックがこめかみに入った。蹴りをぶち込みます。掴みます。飛びつき式の嬉しい逆十字。ロープブレイク。乾いた音が館内に響きます。打ち込んでまいります。ロックアップ、フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーが襲ってまいります。行くのか。倒してまいります。高周波数の音が館内に響きます。あっと、逆に捉えた。そのまま倒してまいります。組み合います。投げてまいります。こういう間の取り方うまいですよね。こうなると相手はね、非常に嫌なものなんですよ。確かにね、ちっこいですもんね。フライングメイヤー、バックからスリーパーに入ります。ロープブレイクです。ショーダを見舞います。させません。あっと、
キャッチした。後頭部円陣。そのまま膝を取ります。ロープにブレイクしました。組に行きます。倒してまいります。スリーパーホールドに入ります。小手ロックアップ。逆に返します。脇固めに移行してまいります。掴んだ。ストバックに突き刺さります。組に行きます。逆に倒します。ストンピングです。起こします。組み合います。投げてまいります。スリーパーに捉えます。キャッチした。この辺りの攻防見逃せませんね。そうですね、お互い研究してますね。腕を取ります。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、泣き言言ってられませんよ。そうですよね。走り込んでのエルボー。掴みます。飛びついた。腕を取った。ロープに逃れました。掴みます。エルボーを立ち上げます。ネックブレイカードロップ。掴んだ。キックで返します。ロックアップ。10分経過。10ミニスパー。ショルダータックルで倒します。バックからスリーパーに入ります。掴んだ。切り返します。あと返します。アッパー気味の小手。膝十字固めに移行します。ロープにブレイクしました。行くのか。レッグブリカードロップで落としてまいります。スタンディングを取らせます。打たせません。蹴りを見舞ってまいります。レッグブリカーで叩きつける。起こした。あとリバースの DDT。 引き起こす。ライリングでレッグブリカードロップ。やった。抱えた。ブラインバスターで叩きつける。さあガッチリ決まった。これは苦しいですよ。掴んだ。小手。ストンピング強烈。腕を取った。腕しぎ十字固め。ここでロープブレイク。キックものすごい。引き起こす。稲妻レッグラリアート。首根っこを掴んだ。あっと逆に蹴っていった。コーナーに振った。あっとぶら下がり式のタランチュラに持っていった。ストンピングを叩き込む。立たせていく。飛びついての腕しぎ逆十字。飛びつき式の腕しぎ逆十字。組み合った。あと逆に倒した。腕をフックした。15分ネックロックで強烈に頸動脈を締め上げる。ガチッと組み合った。カッキーカッターが決まった。そのまま膝十字に移行する。あと逆に。あと膝十字で切り返す。いけるか。逆に返した。膝十字。ロ
られました。組み合った、バット逆に返した、ストッピング、ガジェット組み合った、やった、バット抱きかかった、膝十字に持っていった、頭を掴んで装填を打ち込む、カバーした、カウント 2.98、 これでも決まりません。バット急所攻撃、抱き起こす、そのまま腕を取った、
コーナーよりプロレスリングノア菊池剛健太入場。石井智弘、上野隆史入場。さあ、タッグの頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。ガードします。トップロープを奪う。ここは戻ります。腕を回します。ストマックを狙ってまいります。走り込んでのエルボー、起こしてまいります。バックに回った。小脇に抱えます。エルボー掴みます。エルボーを入れていきます。蹴ってまいります。ブロックします。組み合います。ロープに飛ばした。ドロップキックを見舞ってまいります。掴んだ。ヘッドバット、乾いた音が館内に響きます。組みに行きます。逆に返します。ストンピングです。フロントからのキック、ガードします。バックドロップの体勢、岩石落とし、バックドロップであります。ここでタッチです。掴んだ。キックで返します。あっと、キャッチした。バックに回ります。意地を打ち込んでまいります。おっと、逆に捉えた。こういった地味なんですが、レスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻めだと思いますよ。はい、ブロックします。打ち込んでまいります。腕を取ります。腕に照準を絞るのでありましょうか。両者ともお互いの力量を探るような展開ですね。これがまさにプロのレスリングですよ。こういうのをよく見てほしいですね。そうですね。腕をフックします。アッド、エルボー。背後からキャメルクラッチに移行してまいります。します。ランニングしたエルボー。リング上は逆片指固めの体勢、ロックアップ、あっと返します。
起こします。エルボーを入れていきます。熱っぽい展開に移行してまいります。ロープにブレーキしました。スイッチしてまいります。キックを打っていきます。意地を打ち込んでまいります。ガードします。返してまいります。ラリアットエルボードロップ強烈。立たせていく。トップロープを狙う。ミサイルキックが発射された。ストッピングを叩き込む。引き起こす。腰に手を回した。足をフックしてスリーパー。組み合った。正面から投げを威張った。決まり具合いかがですか。これはがっちり決まってますよ。キック。すごい音がした。腕をフックした。首から落ちましたよ。首が悲鳴を上げた。体を預ける。カウントトゥー。強烈キック攻撃。10ミニファイル。頭を掴んでさせません。そうですね、危なかったですよ。ストッピング。腕を取った。あっと、切り返した。ガチッと組み合った。あっと、逆に返した。起こした。スワンダイブのミサイルキック。レッドは抱き起こす。ゼロ戦。ストッピング強烈。さあ、マフラーストレッチで強烈に締め上げる。掴んだ。あと腕を決めていった。奥歯を噛みしめた。脳天が始まった。パイルドライバー。立たせていく。ジャーマン、ジャーマンに持ってった。ロープに逃れた。いけるか。ボディスラムで叩きつけた。一気に決めていった。ここでスイッチ。抱き起こす。サベ。ここでロープブレイク。サベ。ガチッと組み合った。あっと返した。そのまま体固め。ロープブレイク。レッドは強烈なローだ。首根っこを掴んだ。あっとエルボー。15分経過。逆に返した。15ミリファイル。ストッピングを叩き込む。頭を掴んでキック。ものすごい。起こした。あっとミサイルキック。引き起こす。あと逆に投げていった。ハイキック側頭部。アキレス腱が頭に入った。抜
続くのか。打たせない。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。強烈ヘッドバット。あっと、足をアルゼンチンのように持っていった。組み合った。バット逆に倒した。肉体を躍動させる。気合を入れた。エルボー強烈。抱き起こす。気合を入れた。エルボー。切り返した。張り手どうか。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどちらが技を畳み込めるかですね。アームロック、アームロック。フロントキック、抱えた。逆にバックに回った。バックアウト、バックドロップ決行。20分経過。20 minutes pass。いけるか。対角線に飛ばした。おっと、両手粉砕か。抑え込んで、カウント 2.89。 ストッピング。そのまま後ろに投げていった。引き起こす。テンポを捉えましたよ。悪夢を見上げたか。カイナ力で締め上げる WAR スペシャル。あと逆に捉えた。タイガースプレックス。猛虎原爆。ロープに逃れました。起こした。ここでタッチだ。すごい距離で打つ。立たせていく。ゼロ戦キック。引き起こす。小脇に抱えた。バックドロップ。岩石砕け散る。起こした。エルボー。立たせていく。エルボー。ジャーマンスプレックス。あと連続で持っていった。エルボー。ロープブレイク、ロープブレイク。エルボー。バックに回った。あと逆に切り返した。いけるか。大変な死闘になりました。戦いの中で喜びを感じ、涙を拭いきれない。おたけびをあげた。抱き起こす。ブレインバスター。垂直落下式。うまく切り返した。ミッサーバンバスターに持っていった。
ク、ロープブレイク、組み合った。そのまま締め上げる。ハンマーを落としていく。逆ウェブで一気に反り上げる。ロープに逃れました。ブレンバスター行くのか。逆にバックに回った。エルボーで返す。一気に行くのか。タイガー行くのか。タイガーサーバックス、カウントスリより01高岩達人入場。さあ、ジュニアを超えた潮流、高岩達人が入ってまいります。赤コーナーよりプロレスリングノア杉浦隆入場。さあ、グレコローマンの言う杉浦隆がふてぶてしい表情で入場してまいります。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。腰を落とします。逆にバックに回った。させません。ストンピングを叩き込んでまいります。起こします。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。蹴ってまいります。ロックアップ、逆に振り返して DDT で振り返します。バックに回ります。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実していると見てよろしいでしょうか。そうですね、二人とも汗の出がいいですよね。これは調子のいい証拠ですよ。ああそうですか。組み合います。コーナーに振った。この後で切れ味鋭いですよね。そうですね、一発一発がシャープに入ってますね。掴みます。ショートレンジのラリアットであります。さあ、ジュニアの潮流高岩達人がリング上であります。狙ったら外さないしつこさは餅つきパワーボムに現れています。誰がこの高岩のデスバレーの絶壁から這い上がってこれるんでありましょうか。行くのか。ロープに飛ばした。この辺り気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。組みに行きます。返してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。腕をフックします。耐えます。アップ、エルボー、エルボー掴んだ。肘を打ち込んでまいります。あと逆に捉えた。パンチで返します。
ブロックします。バックを取ります。いや、ちょっと頭打ちましたか。そうですね、ちょっと危ない体勢で打ちましたよ。腕不思議に取ります。ロープにブレーキしました。腕を回します。打たせません。組みに行きます。逆に倒します。あっと、キャッチした。パンチで返します。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。土台から崩すというわけですね。スタンディングを取らせます。スピアーが突き刺さった。引き起こす。ウルデルソン投げっぱなし。立たせていく。あっと、スピアー足を殺していった。組み合った。巻き投げで切り返した。起こした。これはもう精神力で打ってますね。そうですね。ガードした。スピアタック。抱き起こす。バックに回った。ジャーマンスープレックス。ここでロープブレイク。ブロックした。バリアット強烈。抱えた。ブレンバスターで切り返した。カバーした。カウント2つで返してまいります。担ぐか。ストバックを狙っていく。抱き起こす。ジャーマンスプレックス。あと連続で持っていった。岩壁の母の胸に抱かれました。いけるか。10分経過。正面から投げ終わりました。決めていった。ガジェット組み合った。逆に返した。立たせていく。ウルネルソンの体勢。ドラゴンスープレックス。ロープブレイク。あと逆に投げていった。起こした。気合を入れた。担ぎ上げるのか。オリンピック予選スラム。首から落下。体を預ける。カウント3つ。カウント3つ入りました。青コーナーより01坂田渉入場。さあ、打倒曲の3拍子揃った格闘戦士レボリューション坂田渉の入場であります。赤コーナーより新日本プロレス田中実入場。
想像していくのでありましょうか。田中実が入場してまいります。今ゴングだ。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。組みに行きます。コーナーに振った。あと逆さ釣りにしてまいります。ローキック掴みます。膝を使ってまいります。掴んだ。2位を蹴り上げます。掴みます。逆に切り返します。ストッピングを叩き込んでまいります。掴んだ。ストマックを狙ってまいります。ロックアップ、フライングメイヤー。ゴツゴツした鈍い音が響きます。ブロックします。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつもつきまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。なるほど、そうだったんですか。させません。外してまいります。組み合います。逆に振り返してハイキック、引き起こします。行くのか。フライングメイヤーで倒します。さあ若き革命戦士であります坂田航、天下一ジュニア初代王者にも輝いた冷徹な喧嘩ファイトは今夜も戦慄のリングを見せるのか。坂田はいかなるダイナマイトボディをもノックアウトする。2位アタック、2位を落としてまいります。相手を挑発してまいります。間合いを嫌ってまいります。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージあると思いますよ。小脇に抱えます。あっと逆に足を取った。ロープブレイクです。小手ロックアップ、切り返します。起こしてまいります。キックを打ってまいります。組みに行きます。倒してまいります。スリーパーで締め上げます。ローを打ってまいります。入るまでの距離の詰め方がうまいですね。ああ、間合いの取り方ということですね。グラウンドの打撃効果的ですよ。はい、ガードします。これは読まれてますね。はい、逆に上になります。させません。抜けてまいります。サイドを抱えます。あっと膝十字で切り返す。ロープにブレイクしました。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。キック攻撃を見舞います。掴みます。逆に返します。組み合います。逆に倒します。アームロックの体勢、ガードします。あー、この辺りでちっこい展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手からしたら非常に嫌なものですからね。そうですよね。腕をフックします。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイントがずれてますね。あっと逆に捉えた。これはポイントになりそうですね。そうですね、今のは精神的なダメージが大きいです。起こした。腰に手を回した。エルボーで返す。バックに回った。後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック。立たせていく。バックを取って逆にバックに回った。エルボーで切り返す。フライングニールキック。強烈なローだ。ガチッと、あと逆に倒した。抱
き起こす。ドラゴン行くのか。逆に返した。気合を入れた。引き起こす。あっとキャッチした。裏アキレスに持っていった。ロッププレイク。引っこ抜きか。ゴリラホールパイルドライバー。さあこれは逃れることができるのか。これは行ってますよ。掴んだ。させません。すごい顔で打つ。ロープに振って、逆に捉えた。あっと円錐切り。引き起こす。腰に手を回した。エルボーで切り返す。まさきともですね。後頭部痛だか。起こした。バックを取ってエルボーで返す。頭を掴んで膝を突き上げていった。抱き起こす。フルネルソンの体勢。ドラゴンスープレックス。ここまで来ると作戦とかじゃないですね。とてとこ勝負ですよ。打たせない。首根っこを掴んだ。あっと逆に蹴っていった。正面から投げを威張った。抱えた。ブレインバスターで投げつける。立たせていく。逃れました。頭を掴んで、バット逆にキック。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。これはきついはずですよ。カウント3。青コーナーよりチームカオス、ハンクフォレスト、ドン・ローガン入場。3にも4にもなるコータング。今日もアウンの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。赤コーナーより新日本プロレス邪道下道入場。魅力的なユニットが姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ボディースラムで叩きつけます。クラシカルな技を繰り出してまいります。ロープブレイク。掴んだ。頭突きを打ち込みます。
ロープに振って逆水平、あっとキャッチした、バックを取ります、エルボーを入れていきます、乾いた音が館内に響きます、テイクダウン、エルボードロップ、フロントからのキック、ガードします、小脇に抱えます、ハンマーが襲ってまいります、場外に落とします、スイッチしてまいります、ストンピングです、いやらしい攻めを見せてまいります、します。DDT でマットに突き刺します。引き起こします。蹴ってまいります。掴みます。ラフ殺法に転じます。キックを打っていきます。腰を落とします。ハンマーを振りかざします。あと逆に捉えた。足を殺してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。組み合います。逆に投げてまいります、荒っぽいファイトを展開してまいります、スタンディングを取らせます、させません、蹴りを見舞ってまいります、組みに行きます、ロープに振った、アップとエルボー起こしてまいります、蹴ってまいります、ランニングしたらエルボー、掴んだ、キックで返します、掴みます、逆に返します、打ち込んでまいります、腕を取ります、腕を狙ってまいります、カバーに入ります、ボールを返します、こうやって攻められると厳しいですね、後で踏ん張りが効かなくなりますからね、あそうですか、バックに回ります、リバースで返した、カウント2つで返してまいります、ここでタッチです、蹴りを見舞ってまいります、掴んだ、キックで返します、ロックアップ、切り返します、膝を狙ってまいります、ブロックします、ドロップキックを放ってまいります、行くのか、逆に振り返した、あっとラリアット、足攻めに転じます、エルボー、フロントからのキック、腕をフックします、今すごい角度でしたね、ちょっと頭打ったんじゃないですかね、組みに行きます、コーナーに振った、ラリアット、スイッチしてまいります、
ック。強烈に締め上げる。抱えた。ブレンバスターで切り返した。ガジェット組み合った。あと逆に返した。小脇に抱えた。リバースで切り返した。カウント2で返します。腕を回した。打たせない。あっとキャッチした。あっと返した。あっと逆に捉えた。バックを取って逆さ抑え込み。ここでロープブレイク。いけるか。コーナーに振った。あっとコーナーに据え付けた。ドロップキック。膝打ち込んでいく。組み合った。対角線に飛ばした。スイング式の DDT。 15ミリパー。はい、張った。いけるか。あっと倒していった。すごい音がした。バックに回った。バックを取り返す。エルボーで切り返す。終わりだ。カウント気味に入りましたよ。ブロック状況か。カウント 2.5。 あっとバックに回った。エルボーで返す。ここは一気に行くしかないですよ。見栄を切った。足を狙っていった。さあタッチ。蹴っていった。腰に手を回した。エルボーで返す。ラリアット投げ倒し。どうか。トゥーカウント。まだ足りません。蹴り上げていく。ガジェット組み合った。なんと首から落とした。ゲドークラッチ。ゲドークラッチ。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどちらが技を畳み込めるかですね。キック。腕をフックした。逆にバックに回った。あっと急所攻撃。トップロープを狙う。無人島に漂着してしまった。20分経過。20 minutes passed。スイッチ。腕を取った。長田ロック2。もぎ取れるような首筋。逆水平。トップロープを奪う。ダイビングしてろ。エルボー。3つは入りません。ブレンバスター行くのか。あっと逆に切り返した。ロープブレイク。フロントキック。
いけるか。ロープリフッター、あっとドロップキック。おなじみのサムザップで何かを確信した。腕を取った。長田ロック2がガッチリと決まった。引き起こす、エルボーで切り返す、ラリアット一気にロースか。決まり具合いかがですか。これはガッチリ決まってますよ。プロレスリングノア、シューティングスターに願いをかけろ。丸藤直道入場。テレビ才能きらめくノアの革命児丸藤直道がファンの大歓声に乗って堂々の入場であります。赤コーナーより新日本プロレスマスクドパンサー入場。放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。組み合います。ロープに飛ばした。
そのまま後ろに投げてまいります。起こします。ローを打ってまいります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああ、そうですか。ロックアップ、ロープに振った。組みに行きます。コーナーに振った。トンボを切ってまいります。行くのか。ボディスラムです。スタンディングを取らせます。あっと逆に捉えた。バックに回ります。あっとスクールボーイで丸める。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。あっとエルボー、ロックアップ、ロープに振って組に行きます。両者ともお互いの力量を探るような展開ですね。これがまさにプロのレスリングですよ。こういうのをよく見てほしいですね。そうですね。行くのか。コーナーに振って、この辺りの空中殺法をご覧になっていかがですか。そうですね、こういった飛び技は高さがありますからね、見た目以上にダメージがあるんですよ。そうですか。フライングメイヤーで倒します。この辺りのグランド殺法なんですが、いかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていけますからね。あ、そうですか。ロープに振った。全身でぶちかましてまいります。引き起こします。組み合います。対角線に飛ばした。あっと逆に丸めていった。肩が上がります。ロックアップ、逆に返します。回転してまいります。サンセットフリップ、組みに行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーが襲ってまいります。こうやって1点を狙っていくのは効果的ですね。後々効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。ロープに振って、館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。組み合います。返してまいります。足を狙ってまいります。掴んだ、させません。顔面へのキックです。ドラゴンスクリュー、起こしてまいります。行くのか、逆に振り返して、アクロバティックな動きを見せてまいります。キックを打ってまいります。行くのか、ロープに飛ばした。巻き投げてまいります。抱えます。逆に投げてまいります。組み合います。対角線に飛ばした。あっと逆に切り返した。跳ね上げてまいります。腰を落とします。ダブルアームで投げてまいります。あっと逆に切り返した。ロープにブレイクしました。あっとキャッチした。さあ粘着質激しいこの3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。起こします。掴みます。キックで返します。組みに行きます。逆に倒します。ドロップキックを見舞ってまいります。打ち込んでまいります。ロックアップ、ロープに振ってランニングしたのエルボー。10分経過。ドロップキックを払ってまいります。小脇に抱えます。エルボーを入れていきます。いや、目まぐるしい展開ですね。互いに動きが止まりませんね。キャメルクラッチ、ラクダ固めであります。
掴んだ。バク転キック、破れかぶれの一撃、引き起こします。バックを取ります。簡単にはいきません。腕をフックします。リング上の殺虫剤 DDT、 ドロップキック、的確であります。ローリングスマット、さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。対空してのミサイルキック、コーナーに登ってコーナーから全体重を浴びせた。3つ入りません。ドラゴンスクリューで倒した。あっと、そのまま膝十字、腕をフックした。強烈サンセットフリップ、うまく切り返した。組み合った、対角線に飛ばした。ナダル式フランケンシュタイナー、雪山遭難約1名、立たせていく。ガチッと組み合った。あっと、切り返した。ストッピング強烈、引き起こす。バックに回った、後ろ回し蹴り、抱き起こす。あっと、ロシアフック、あっと、固めていった。カウントタイム15分経過、いけるか。ロープに飛ばした、首根っこを掴んだ。キックの速射砲がうなる、起こした。バックを取って、おわっと丸めていった。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい、引っこ抜きか。さあ、さまざまなベクトルが絡み合うリング上、まさに感情のスクランブル交差点。カウント 2.8、 そうは首を下ろしません。起こした、エビ固めで丸めていく。カウント 2.98、 組み合った、コーナーに振った。ナダル式のフランケンシュタイナー、立たせていく。腰に手を回した。おっと、外した、ブロックした。抱き起こす、いけるか。コーナーに振って、さあ首をかっ切った。出たースーパーシャーナイカバーの体勢。コーナーより全日本プロレス勝林入場。
プロレスリングノア金丸義信入場。先生を盛り上げる若き仕事に金丸義信が入ってまいります。ゴングの眠りを覚ましてまいりました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。腕を回します。うまく切り返した。腕を取ります。腕を殺してまいります。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね、まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。この辺りまさにプロのレスリングであります。よくします。以上はキャメルクラッチの体勢です。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。なるほど、そうだったんですか。エルボー、チョップであります。させません。ガトリバックに回った。後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック。このあたり決まり具合はいかがですか。まだこれは入ってないですね。そうですか。行くのか。逆に振り返してパンチで返します。相手を挑発してまいります。空中戦を狙いそうだ。高々と抱え上げてそのまま真下に落とした。バックに回ります。バックを取ります。さあ粘着室よろしく、締めに転じてまいります。蹴りを見舞ってまいります。ローリングしてのキック、組み合います。ロープに振った。打撃技で倒れることがよく見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ受け身を取っているというわけですね。そうですね。あと顔から落とします。そのまま固めます。カウント2で返します。組みに行きます。あと返します。キャメルクラッチ、ラクダがダメであります。キックを打っていきます。ガードします。引き起こします。エルボーで返します。このポーズでドロップキックを見舞ってまいります。ロックします。起こします。腕をフックします。耐えます。掴みます。逆に返します。組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。ラフサッポーに転じます。腕を捉えます。あっとエルボー、強烈なキックです。フロントからのキック、バックに回った。小脇に抱えた。後頭部が悲鳴を上げる。バックドロップ。フロントキック、組み合った。そのまま締め上げる。いけるか。締め上げていった。
していった。起こした。腕をフックした。ブレインバスターで叩きつける。引き起こす。腰に手を回した。エビ固めで丸めていく。ロープに逃れました。10分経過。エルボーで返す。フライングリールキック。抑え込んで。ロープブレイク。担ぐか。エルボーで切り返す。腕を回した。 DDT で切り返した。チョッパー立たせていく。電波を捉えましたよ。悟空を見上げたか。変形のネックロック。クランチループだ。岩壁の母の胸に抱かれました。コーナーに振った。注目してまいりたいと思います。ロックアップ。
ボディスラムで投げてまいります。逆に返します。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。掴んだ、エンドレスな逆水平チョップであります。逆水平組みに行きます。ボディスラム、気合を入れてまいります。抱えます、させません。掴んだ、もうなんて言うんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのは、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。行くのか、ボディスラムです。スタンディングを取らせます。返し技、冴えてますね。今のはよく読んでましたね。掴みます、この辺り入ってますね。そうですね、こういうのは想像以上に効いてますよ。組み合います、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします、引き起こします。足を抱えます。あっと、円錐切り、このポーズです。ちょっとがなってまいります。掴みます、立ち上げ式で打ってまいります。組みに行きます、切り返します。こういった地味なんですが、レスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻めだと思いますよ。はい、鋭いキックです。膝へのキックです。抱えます、パンチで返します。あっと、逆に捉えた、円錐切り、ローを打ってまいります。行くのか、投げてまいります。高周波数の音が館内に響きます。チョップであります、打ち込んでまいります。逆水平を打っていきます。ロックアップ、コーナーに振った、ボディアタック強烈、このポーズです。ストンピングを叩き込んでまいります。組み合います、返してまいります、気合を入れてまいります。ノーキック、行くのか、バット返します、エルボーで返します、バックに回ります、エルボーでブロック、腕をフックします、逆に返します、起こします、ランニングしたらエルボー、体をひねりながらプレスしていった。さあ、勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね。ちょっと僕も想像つきませんね。ストッピングを叩き込む、ブラッシュミングエルボー、腕を回した、あと逆に切り返した、カウント2で返します、ブロックした、無重力状態からブラッシュリング、さあ渾身の力で締め上げる、完全に入ってますよ。首根っこを掴んだ、あと逆にキック、張った、あとキャッチした、バックに回った、投げっぱなしのジャーマンスープレックス、立たせていく、組み合った、コーナーに振って、強烈なだれ式で落としていった、ドラゴンクラッチで締め上げていった、モンゴリアンチョップ。10分経過、強烈ドラゴンキャッチ、腕をフックした、ブレーンバスターで投げつける、抱えた、おっと、Dプラスで落としていった、ロープに逃れた、
とした。さあ決まるか。ブレードハヤテ入場。さあ東北の英雄、エクストリームな男の入場であります。コーナーより自他ともに認めるザ・トップオブジュニア重心サンダーライガー入場。日本ジュニア界の頂点に君臨しておりますこの男、重心サンダーライガーが入ってまいります。60分一本勝負を行います。青コーナー180センチ90キロ、ザ・ブレードハヤテ。赤コーナー170センチ95キロ、ライガー重心サンダーライガー。ライガーレッドシューズ運のライガー。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。フロントからのキック掴みます。ハンマーを振りかざします。浴びせ蹴り強烈、バックを取ります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言いませんね。ああそうですか。ボディースラムで投げてまいります。あと返します。そばっと組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。スリーパーに捉えます。ロープブレイク、キックを打ってまいります。腕を捉えます。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは仕事ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。腕を取ります。こうやって1点を狙っていくのは効果的ですね。当たって効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。腕を取ります。華麗な空中殺法、そしてド派手な大技を使いこなしてまいります。この男、常にファンの期待に応えるそのファイトスタイルは、まさにジュニアヘビーという枠そのものに光を当てる存在といっても過言ではないでしょう。ロープに振った、顔面に掌底を見舞います。キック攻撃を見舞います。ロックアップ、ロープに振って、ファン内もどよめいて
ですね。こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。コーナーに振ってトンボを切ってまいります。起こします。チョップが放ってまいります。あっとキャッチした。この辺の攻防見逃せませんね。そうですね、お互い研究してますね。腕をフックします。 DDT 起こしてまいります。タイガースプレックス、カウント 2.5。 まだまだです。腕を取った。腕折りに持っていった。腕をフックした。あと逆に投げていった。いけるか。逆に返した。見栄を切った。組み合った。逆に振り返した。フライングニール、センスを広げた。足を取った。膝十字型で返した。足を狙っていった。組み合った。逆に振り返して、ナダル式フランケンシュタイナー、行き山遭難約1名2カウント。まだ足りません。ガチッと組み合った。ロープに振った。グロッキー状況か。立たせていく。いけるか。逆にロープに振った。フライングリールキック。起こした。タイガー行くのか。打たせない。顔面が歪む。組み合った。逆に振り返した。ニールティックがこみかみに入った。引き起こす。放っていくのか。ライダーキック。カバーの体勢。10分経過。ごめんにお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどちらが技を畳み込めるかですね。腕を殺していった。いけるか。逆にロープに振った。後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック。強烈サンセットフリップ。抜くのか。 DDT で切り返した。抱き起こす。バックを取って、ジャムスプレックスホールド。カウント2.98。ピッコリか。サンダーファイヤー、えぐい角度。ロープブレイク。ガジェット組み合った。逆に振り返して、DDT。首根っこがへし曲がった。立たせていく。奥歯を噛みしめた。うまく切り返した。あと、うまく切り返した。ブレンバスター行くのか。あと逆に丸めていった。しました。抱えた。リング上の殺虫剤 DDT。 首をかっけ
小股に挟んだ。ブランケンシュタイナーで切り返した。岸壁の母の胸に抱かれました。バット逆に返した。